暗躍というか画策というか作戦引いたのは、はい、父親なんですよね。もう全部江川さんが悪いみたいになっちゃってるのが僕はすごい当時からですよ、ずっと嫌なんですよ。野村監督がこう言ったんですよ、いつでもカーブでストライクが取れる。なるほど。じゃあってカーブは曲げればいいと思ってるんですよみんな、はいはいはい、でも違うんですよ。カーブをコントロールよくストライク取れたら、うん、一番打ちづらいボールになるんですよ。江川卓の高さで、ちょっと一茂さんの話に戻って、はい、ヤクルトに入団されて、初打席で、ホームラン。ええいや、初打席じゃなくて初ヒットがね、初ヒットで、はい、デビュー戦で、はい、誰から打ったんですか。ガリクソンです。もうすごいじゃん。ガリクソンだって日本で17勝してますよ。ああ、ガリクソン、あんなでっかいピッチャー僕初めて見ましたよ、プロ入って。あんなでっかいピッチャー3メーターはないですよ。3メーターある話してくれ。江川さん、僕3メーターって今言ってないです。3って言いましたよ。3、あんなでっかいって言いました。あんなでっかいって3って言いましたよ。言ってない言ってない、もうびっくりしました。3メーターって言うなと思いました、ね、いやいや3メーターじゃないです。それは江川さん聞き間違いです。びっくりしました、あんなでっかいガリクソン、ね、びっくりしました。あのストレートもいいボール投げてましたもんね。はい、そこ本当にもうちょうど覚えてますけど、はい、代打で出たんですよね。おう、神宮球場で、はい、多分僕最初の打席もガリクソンだったと思うんですよ。代打出てないじゃないですか。いやいや、あのごめんなさい、あれ ちょっともう一回もう一回今整理してくださいよ。整理すると、おかしいじゃないですか。大丈夫、初打席は東京ドームなんですよ、はい、で江川さんが引退された翌年、うん、東京ドーム元年で、はい、大雪降ったんです。あの時開幕4月だったんですけど、大雪が降ったんですよ。開幕戦、はい、巨人ヤクルトですよ、はい、で多分ガリクソンがあれ2戦目か3戦目だったのか、僕いつ代打に出たんだろう。ちょっと1試合目なのか2試合目なのか3試合目なのか忘れる。結構自分のこと忘れるでしょ。忘れる、だってどうでもいいもんね。別にこっち取ってますから。分かりました。で何試合目か忘れたんですけども、代打で出て、やっぱり僕スライダーかなんか引っ掛けて、真ん中ショットですね、はい、はい、スライダーかなんか引っ掛けてセカンドゴロで、はい、ボールターしてる。すいません、プロですよね、はい、スライダー、右ピッチャーがなるスライダーを引っ掛けてセカンドゴロっていう言い方はおかしいですよ。引っ掛けてサードゴロとかショートゴロありますか。分かりました。セカンドゴロは引っ掛けたと表現しませんから。そうですね、はい、分かりました、その通りです。やり直してください。分かりました。厳しいな。つまりガリクソンのスライダーを泳がされて、ボテボテのセカンドゴロ、ツーランクアップ。ありがとうございます。僕その時にセカンド篠塚さんだったんですよ。うわ惜しい。セカンド篠塚さん、プラスだったらね。中田さん取っとけばヒットだったと思うんですけど ねセカンドですか。ファーストはね、誰だ、原さん、いや、中田さんだ。中田さんでしょ。でセカンド篠塚さんだったんですけど、僕後からジャイアンツ入って聞いたんですけど、はい、あの時一茂が出てきて、はい、ガリクソンの球に詰まって一二塁間にボールが飛ぶと思ったから、はい、センターライン詰めたんだっていうね。篠塚さんがおっしゃってた、はいはい、そしたら僕はセンターラインの方打っちゃったんですね。篠さんは僕のことを、つまり一二塁間開けてヒット打たせてあげようと思ったらしいんですよ。お篠さんは、おつまりガリクさんの脅威に押されて一二塁間ボテボテで抜くんじゃないかっていうことを篠さんは詰まってね、詰まって、はい、そしたらセカンドゴロ、真ん中からちょっと外目のセカンドゴロをババーンって振って、一二塁間じゃなくてどっちかというとキャンバス寄りの方のボール飛んでったわけですよ。で篠さんそっちの守ってたんで、なるほど、アウトになっちゃったけどってことを後から言われました。あ、そうかそうか。もう篠さんも大好きです。だってヒットにしてくれると思って。いや、これはランク上げるや話じゃない。あ、ごめんなさい、これは江川さんと関係ない、うん、で、まあ、それが1打席目で、うん、7打席目か8打席目で、うん、それまでだから代打でずっと出てて凡退してるんですけど、はい、神宮球場でやっぱりガリクソンだったんですよ、うん、で初球か2球目この辺来たんですよ、ボールが、うん、まだ覚えてますよ。ドッジボールぐらいでかかったボールがぐらい見えた。そんなに見えないでしょ。見えたんです。まあいいです、今いいです。ドッジボールぐらいですね。いや、ソフトボールぐらいです。そうですね。そのぐらい、ちょっと盛る癖がついちゃった。6点あ、6点まで上がった。いいで、もうこれは打てないなと思って、はい、もうそれストレートだったんですね、こう来たのはね。ここ来たのストレートです、はいはい、ガリクソンも多分もう洗礼を多分浴びせようと思ったんでしょ、うんうん、でももうこれ打てない、こんな怖いボール絶対無理、うん、と思ってもほぼもう打てないなと思って、たまたま振ったら当たっちゃって、うん、それで
あのクロマティですよ、うん、センター、センターオーバー、センターオーバーまでたまたま行ったのが初ホームランだった、うん、それしかないんですよ僕の野球の話。それインハイで、インハイが怖いと思ったから、はい、少し腰が引けるじゃないですか、はい、だからタイミングが少し遅れてたんですよね。打ったのスライダーでしょ。いや、まっすぐです。まっすぐ、まっすぐ、ガリクソンのまっすぐ打ったらすごいですよね。ちょっと高めに浮きますけどね、ボール。あ、そうですね、ボールは低くない、来ないから、割と高いですから。そうですね、はい、ガリクソンは高めのまっすぐです。いや、ガリクソンのスライダー打てないですよ。打てない、すごかったですもん。でもまあホームラン打ったらすごいじゃないですか。いや、まあたまたま、たまたまっていうのはもう本当にいい思い出です、うん、はい、すみません、それしかないんですもん僕は。いやいや、もう今6点まで来てますからね。6点まで急に上がりましたね、はい、出川さんと関係の話でなんで6点上がるんですか。なんでいい話じゃないですか、自分が。何ですか、うん、ボテボテで、はい、そのさっきボテボテの引っ掛けてセカンドゴロっていう間違いを訂正したわけですから、うん、それがそれはおかしいでしょ。江川さん的には、あ、そうか、解説の観点からするとそこを言い直したっていうのは、うん、大きいです。上がるんですか。大きいです。分かりました、分かりました、うん、じゃあ間違い、なるほど、じゃあ間違えてから訂正すれば上がっていくわけだ。そうそうそう。もういくらかからありますね。もう間違いです。今6点ですよ。今6点来ましたね。初めてですよ、6点まで来たの。来ましたね、はい、とうとう来た。2から6までよし、早上がってきた俺も。そうですよ、もうちょっとですよ。はい、大丈夫です。はい、2年目に、監督が変わって野村監督。はい、で野村監督ってのはどんな人ですか。まあやっぱり野球のことが大好きで、すごく執念を持ってこだわってる監督でしたよね、うん、はい、それでロジックがすごいあったんで、うん、ちょ、僕はついていけなかったっていうのが相当ありましたね。つまりアイデア球って野村監督が言い出したんですよね。そうです。つまりデータ重視のね、うん、それまでは、ま、牧野さんのドジャース戦法とかね、はい、いろいろありましたよ。知ってるじゃないですか。もちろんですよ、ね、すごいですね。ドジャース戦法、ドジャース戦法知ってる人はもう少ないですよ今。ですよね、はい、あんまりないでしょ50代で。ならそのために行ったんですから、あげるために。すごい読んでるね、牧野さんのドジャース戦法、はい、ベロビーチ行きました。何度も話すよ。そのベロビーチ、ベロビーチに親父も行ってるんですよ、牧野さんと。僕も行ってますよ。いや、親父が現役の時ですね。あ、そうですか。現役の時にあのドジャーススタジアム行ってるんです。ドジャータウン行って、はい、その時に、はい、マイアミかどっかで、はい、ボクシングの試合を広岡さんと見に行ったらしいんですよ親父が、はい、その時にボクシングの試合、ちょっと誰かは分からないですけど、はい、フランク・シナトラが来てたらしいんですよ。フランク・シナトラ見たことありますよ、ラスベガスで。あ、本当ですか。マイアミに自分の個人のショーを。すごいですね。でフランク・シナトラマイアミ来てた時にあ、ごめんなさい、今限定しないでくださいフランク・シナトラ見たらさ、大変なんだから、なかなか見てないんだから、本当に見たんだから。で親父も見たんですよ現役の時に、はい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 、フランク・シナトラを、はい、その時にそれなんか門限かなんかやって、うん、だってベロビーチからマイアミって結構多分遠いと思う。で向こう電車ないから車で行ってると思うんだけど、車です。マイアミ多分3時間以上かかるんじゃない。ベロビーチから下下がってくるんだもん、南下していくからもっとかかるかもわかんない、はいはい、で広岡さんと行ったらしいんですよ、はい、じゃあフランク・シナトラのがもう10人ぐらいの綺麗な女優みたいな人とリングサイドにドーンと座って見てて、うん、親父があれだなって言ったらしいんですね何があれだなか分かりますか。あれだなって言ったのは誰から聞いたんですか。それそれは親父から聞いたんです。親父があれだなって言ったのを今僕は言ったんです。少し三人称的な言い方しましたけど、親父があれだなって。本当嘘じゃない。だってそんなこと誰が知ってます。だって親父があれだなって言ったって言ったら誰か第三者がいるようなイメージじゃないですか。いやだから一茂に対して一茂あれだなって言ったの。ああ、なんかその情景を言って状況言ったこれだなって。だからあれだなか、あれだなって言ったんです。あとは、はい、マリリン・モンローの旦那さん誰だっけ、56試合連続ヒットのジョーディ・マジオ、はい、日本来てジョーディ・マジオ来た時に、はい、親父の要するにイメージしてたスーパースターってジョーディ・マジオなんですよ。おあのスーツの着こなしと紳士的な、はい、でニューヨーク・ヤンキース、はい、あれだなって言いました。それは僕上がりますね、知ってるから。あれ本当ですか。聞いてましたか。あ、聞いてました、ええ、じゃあ江川さんにとっては大した情報じゃない。ええ、下げちゃいました。ランク上げるような、下げないけどそのままですね。やばい、墓穴掘ってるな。もうやめよう、しゃべんの。いや喋ってくださいよ。いや、ドジャー戦法からこの話になりましたけど、はいはい、そうですね、はい、戻してください。はい、で、まあ、野村さん、いや野村さんはね、本当にね、はい、そういうことでいろいろ、まあ俺はなかなか野村さんがミーティングしてる時にみんなちゃんとメモ取ってたんだけど、俺は一回も取らないで一文字も書かなかった野村ノート。でやっぱりすごいのは、うん、今
やっぱりコーチングスタッフ入ってる人たちみんな野村さんのノート取ってる。まず久信ね、渡辺久信、池山ね、広沢さんは入ってないか、まあ結構な人、みんなノート取りました。野村さんの ID 野球って僕聞いたことないんですけど、はい、想像したことがあるんですよ、はい、どういう野球か知ってますよ。だから、はい、本当ですか、はい、教えてください。聞いたことはないんですよ、はい、でももう簡単に話すると、はい、そのボールを1球投げたらストライク1球、はい、ストライク投げたら次ボールっていう野球なんですよ、はい、だから野球ってスリーボール投げられるじゃないですか、はいはいはい、ストライクが2つじゃないですか、はい、だから必ずボールが1球多く投げられるっていうのが元の元の基礎なんですよ。ベースなんです、 ID 野球。それ初めて聞きました、はい、僕も想像ですよ、はい、だから勉強して ID 野球ってこういうもんじゃないかなっていう道を自分の中で考えたらそういう結論出して、うん、だからボールを1球多く投げれるっていうのが野球の構造なんです、うん、確かにそうですね。だから、これは野村さんがキャッチャーで考えたことなので、なるほど、ピッチャーは僕は賛同しないんです。なぜかというと、あ、そんなにこういうなんかね、言ったことないんですけど、うん、なぜかというと球数が増えるから。あ、そっか。でも野村さんキャッチャーだから、うん、自分でボールストライクボールストライクで必ずボールが1個勝つので、うん、なるほど、それでいいわけです。リードとしてはキャッチャーとしては正しいんですけ ど、 なるほど、ピッチャーから考えるとボールをいっぱい放んなきゃいけないっていうんで、すごいその理論はちょっとピッチャーと違いますって一回言いたかったなって、野村さん意見を交わして見たかったなっていう。いや、それは交わして欲しかったですね、うん、僕も聞きたかったですよね。一回もないんですよ。でも、ですか。でもね、これは、まあ、今だからいいでしょう。投げてた試合で夜横浜にまだ家があった時に、はい、自宅の電話が鳴ったんですよ、はい、でこう電話が鳴った、まあ、当時こうですからね、こう言ったら、よしよしって言われたんですよ。似てますね。似てます、似てる、似てます、野村さん似てる、よしよし野村って言われたんですよ、はい、はい、何ですかって言ったら、今日のボール何で投げてんやって聞かれたんですよ、はい、でこういうでこう投げましたって、ああそうか、ありがとうって言ってたんですよ。そしたら次の日に、うん、ええー、こう考えてるはずやっておっしゃったんですよ。電話でかけて取材だったんですね。そうだけど、それをあたかも僕に電話なしで言ったようにおっしゃってたの一回だけあります。もういいですよ、野村さんね。いやでも、あ、いいですね。今似てました、似てました、すごい似てました。ワンランクアップ、思い出しました、思い出しました。9打8打三振の時も解説野村さんですよ。名古屋球場、違いますでしょう、うん、これが、あ、ごめんなさい、もしかしたらその時のごめんなさい、ニュース、スポーツニュースだったかもしれないですけど、全然違うじゃないですか。いや、でも野村さんじゃないですかね、僕まだ覚えてますよ、はい、これだから江川は分からんっつったんですよ、一言、あ、8奪三振の後に、あ、ずっと肩痛めてましたから、はい、なんで急にこんなに変われるんやってことを野村さんが言ってたの、まだ覚えてますよ僕、はい、あと野村さんが時に僕、まあ、野村さんのミーティング僕ほとんど聞いてなかったんですけど、うん、江川さんの名前が出た時にピンと聞くわけですよ、ファンだから。その時に、はい、まず江川っていうのは、ごめんなさい、呼び捨てにして、いい、そのまま言ってくださいよ、野村さん、モノマネしてもいいですよ。いや、モノマネできないですよ。野村さんできない、できない、野村さんできない、したくないんですけど、はい、まず江川っていうピッチャー、何が一番すごいと思う、古田っていうわけですよ。古田に振る、古田に振る、うん、って言って、古田は何て言ったか僕はちょっと覚えてないですけども、野村監督がこう言ったんですよ、うん、いつでもカーブでストライクが取れる。なるほど。カーブでいつでもストライクが取れるから、まっすぐ2種類だけで十分、あとコントロールのことももちろん言いますよ、他にもたくさんあるけど、うんうん、でももういつでもカーブでストライクが取れるっていうこと、本当に言ったんですね。だって僕嘘じゃないですから。7点、ありがとうございます、本当です。僕野村さんが初めて真実を聞いた、野村さんがミーティングで喋った言葉、僕それしか覚えてないですから。すごいこと覚えてくれてるじゃん。あと何にも覚えてないですから。それだけで漫画描いてたんですから僕は。十分ですよ。あ、十分です。なんでかっていうと、曲がるボールでストライクを取れるってすごい大きいんですよ、はい、バッター打とうと思わないですか、思わない。例えば初球カーブだったら打たないじゃないですか、はい、だからそれがやっぱり江川さんの最大の特徴だって言ってました。それ正しいんですか。ピッチャーってカーブは曲げればいいと思ってるんですよ、みんな、はいはいはい、でも違うんですよ。カーブをコントロールよくストライク取れたら、うん、一番打ちづらいボールになるんですよ。なるほどね、はい、今江川さんじゃどうですか。例えば今カーブ全盛じゃないじゃないですか、メジャーも、フォークボールですね、メジャーも、はい、まあ、スプリットだったりとか、ね、はい、カーブ多投してる人って、まあ、今年大谷君がちょっとカーブ多く投げるようになったって聞いてますけど、うん、今のプロ野球ってじゃあ佐々木朗希投手だってフォークとまっすぐじゃないですか。カーブってコントロールするの難しいんですよ。あ、そうなんだ。まあ、僕はカーブは、はい、
あのこれちょっとプロっぽくなりますけどいいですか。いやプロですから聞きたいです江川さん。俺もプロだからもともとちょっとのプロだから。スライダーとかカーブはもう規則変化ボールって僕呼んでるんですよ。へ、規則的に曲がっていくんですよ。曲がり大きくなりますけ ど、うん、なるほど、投げ始めよりも最後の方が曲がり大きいんですけど、うん、規則変化ボールなんですよ、うん、フォークは不規則変化ボールと僕呼んでるんですよ、はい、空気抵抗によって重力によって落ち方がピッチャー、うん、投げてるピッチャーが分かんないんで、なるほど、ナックルボール、そうですね、はい、不規則変化ボールなんですよ、はい、でその規則変化ボールっていうものだから、はい、規則的に曲がっていくわけだから、はい、コントロールはできるんですよ。なるほど。でもほとんどのピッチャーはカーブは曲がればいいと思って投げてるので、うん、だからそのカーブの要素というのが半減しちゃってるんですよ。なるほど。僕はカーブを自分のストライクのところに投げれたから、うん、なるほどね、外のカーブ、縦のカーブ、横のカーブって投げれた、うん、投げれたから、だからあのさっきの話も言いますけど、アンパイのストライクって、うん、本当は言わなきゃいけないのボールに打ったりするしたり最後の外れてでもストライクってなるのは外れてないんですよ。だからアンパイは難しすぎたんですよ、うん、江川さんの、そうそうそう、縦のカーブでえっと思ったら次横が来るから、そうそうそう、で同じその外のギリギリのところの出し入れするわけですよね。でもう一回、ね、もう一回投げるんですよ。ボールって言ったらもうあと半個上げてみるとか、半個入れてみるとかするんですよ。そうアンパイはあって言って、なるほど、どっかでストライクゾーン入るから、どっかでストライクって言うわけですよ。なるほど。でそれ間違いないですねって確認するんですよ。手でやらないですよ、うん、でもこうやってやった時にうんってやると、向こうがもうあそこ取らなきゃと思うわけですよ。でもそれはやっぱり絶対的なやっぱりコントロールがもちろんそれありますよね。だってそこと同じとこまた投げますよっていう確信がなかったらうんってやらないですもんね、はい、だから1回と9回で変えられるとこなんですよ。なるほど。同じ風に取らないんだ、取らないでいいんですよ。なるほど。嫌なら嫌でいいんですよ。なるほど。ずっと嫌でいてくれれば。なるほどね。でも途中で変えられたら、うん、ランナー溜まってる時にこれでストライクだったよねって投げた時にボールって言われたの、うん、それはダメじゃんっていうのがさっきの多分甲子園、はい、あれだと思います。やっぱりさっきスタッフと確認しましたけど、はい、あれ甲子園です。甲子園、甲子園です。ストライクだったでしょ。はい、ストライクです。はい、はい、3球ストライクですね、うん、間違いないです、はい、マルカーノはボールです。あれボールです。慣れてんのもマルカーノはボールですね。ボールですか。あれはボールです。ボールですか、はい、あれはもう山倉さん何度も言うようにまっすぐ絶対要求ですから。山倉うまくやってるんですよ。はい、山倉さんすごいですね、はい、性格もいいですから、優しいから。本当に山倉さん、どうぞどうぞ、もう 時間、はい、時間が来てますからね、はい、で、それで23年に、巨人に入る。はい、松井君と一緒に入りましたよ、はい、江川さん見ました、あの時の映像。覚えてないって言ったけど俺と松井君は隣のゲージで打ってて、あれが最後なんですよ、フリーバッティングの、うん、で江川さんがジャージ着て松井君に投げてた、僕横で見てたんですよ。江川さん覚えてなかったけど、あれも僕合ってましたね。合ってました、はい、それであの日は僕投げる予定じゃなかったんですよ。え、そうなんですか、うん、あの番組でちょっと時間なかったんで言えなかったんですけど、はい、あれ僕バッティングピッチャーやる予定じゃないんで、あのトレーナーで投げてるじゃないですか、はいはい、本当はユニフォームかなんかでの企画だったんですか。あ、全然何の企画もないです。え、そうなんですか、あれ江川さんあのために肩作ってきたんじゃないですか。違います違います。それであんなボール投げたんですか。まあ、もう137、8ですよ。いや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 、うなってましたよ。僕見てましたよ。一茂さんがそう見えただけですよ。いやいや、うなってました、ボールが。うなってないですよ。うなってた、僕が言うんだから間違いないですよ。なんでそんなことを聞くんですか。いや、僕が言うんだから間違いないですよ。いや、僕が言うんだから間違いないですよ。うなってたんだから。いや、僕の本当のボールはそんなんじゃないから。いや、分かってますけど、それでも、ね、松井君にちょこっと最初打たれてから、ちょっと江川さんがギアチェンジしたのを、もう僕見てるんですよ。あ、それ違いますね。違う、僕の言ってること正しいんですよ、はい、試してるわけですから、松井君の実力を早くしたり遅くしたり早くしたりして投げてるんですよ。 あ、そうなんだ。解説のためにですか。120ぐらい投げてると思います、多分あの時。そんな投げてんだ。多分100球ポジ投げてるはずですよ。だってフリーバッティング最初からエガーさんでしたもん。そうです。僕だからあのお願いして、あの時長嶋さん監督です。ですよね。お父親の1年目でもあります。監督すいませんけど投げ出してもらえませんかって言って、そう、いいよって言って、それでじゃ何もないからジャージで、ジャージ着て投げたんですよ。すごい。僕あれぐらいのボールは引退して投げれますよ。本当ですか、はい、東京ドームの時一球初球僕投げたの知ってます。え、オープニングですか。オープニングで最初の一球僕投げさせていただいたんですよ、はい、ああ見てます。でもすごいバッター掛け筆でヒョロヒョロヒョロって投げたんですけど、はい、あの時はあんまり早く投げちゃうと引退したの変になるかなと思ってゆっくり投げたんですよ。全部計算なんですね。そう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 、あんまりピョンって投げたら、うん、はい、おかしいと、おかしいって言われる。まだ投げれるだろう。まだ投げる、肩痛めておくって投げちゃうじゃんみたいな、うん、そうですね。だからもうちょっと遅めに投げてます。あ、本当ですか、はい、
いや松井君本当の話ですからね、はい、分かってます、初めて言いますけど、だってさそのボールのフニフニってやつもだってこの間映像で僕久しぶりに見ましたから、あれこの間の出していただいた映像はもういまいち納得しないボールばっかですね、大して速くないですもんね。いやいやいや、まあいやでもボールはすごかったですね、まあ、確かに、オールスターの8打三振の時とかね、はい、あと僕すごかった江川さん一番すげえなと思った時は丸山球場でヤクルト戦で井原さんでしたっけ、右ピッチャーのあれ誰だっけな、ね、ヤクルトにもねすっげえ速いピッチャーいたのよ右で、それでねもうお互いもうバンバンまっすぐ投げ合った時あったんですよ丸山球場、あれだデーゲームでしょ、デーゲームもう全然得意じゃないやつですよデーゲーム、そんな速かったんですか、いや速かったです、速かった、それもすごかった、いや江川さん全部すごいですけど、まあでも、まあ、やっぱオールスターの時がやっぱ一番、でもあと全盛期の江川すぐるっていう YouTube もあって、はい、それもすごかったですね8点まで行きました、ありがとうございます、もうちょっとですよ、もうちょっとですね、いやでも僕びっくりした、やっぱカーブじゃあ未だあんまり多投してないピッチャーいるってことはカーブのコントロールつけれる選手がやっぱ今いないんだね、あんまり、あカーブって本当難しいんですよ、多分そういうことなんだよ、分かった、すごい、あだからそうするとやっぱ桑田はすごかったんだな、桑田君はコントロールしてると思いますよ、してますよね、はい、できたと思います、してますよね、はい、10.8 の最後リリーフして左バッター三振取ったのカーブじゃないですか、縦のカーブ、あれ縦のカーブ抜くやつですか、あれ抜くやつで、カーブってひねるやつと抜くやつがあるんですよ、はい、抜くカーブ抜いてる方でストライクからボールにしてますよね、はい、あれわざと、ね、回転を横にしないで縦に回転させるから、はい、中入っていかないんですよ、ああそっかそっか、左バッターの時に使うんですよ、そっかそっか、入ってくると当たる確率は高くなるから、はい、左バッターが入っちゃダメなんで入らないように投げるんですよ、なるほど、はい、面白いな、こんな技術論もすると思いませんでしたね、いやいや、もう僕全く関係ないんですけど、でもそういう話今になって面白いですか、されると面白いですね、あカーブピッチャーってそうやってコントロールするんだって、やっぱじゃあ野村さん言ってること正しかったんだ、もうちょっと言うこと聞いとけばよかったメモしとけばよかったですね、メモしとけばよかった、ミさんね、あ全くしませんでしたね、はい、それはそれでいいんじゃないですか、でもまあもうしょうがないです、でも感性でやる人もいますから、はい、はいはい、ノートでその確実にその数字でやる人もいれば感性でやるっていうのがプロですから、僕同じような質問を、はい、楽天の村監督行かれた時に、はい、右の大砲のスラッガーの山崎武史君がホームランを取ったじゃないですか、はいはいはい、あの時やっぱり野村さんが復活させてるんですよ、うんうん、で僕武史君にいやこれ野村さんってどういうことを言うのって、うん、一茂さん聞いてきたんじゃないのっていうか俺聞いてなかったんでちょっと教えてくれるっつったら、うん、結局その山間でボールを張るっていうのといわゆるそのちゃんとロジックがあってボールを自分の中でチョイスするっていう違いをずっと話したってわけですよ、それで山崎君やっぱりどちらかっていうともうほらやっぱり足高く上げてドカーンと 1-2 の3で打つみたいな感じのところが変わったらしいんですよ、やっぱりちゃんと自分の中でのボールのチョイスを、あじゃあ初球こう来たから次はこう来るとかっていうことを結構ノムさんにやっぱり教わったみたいでホームランを取ったって本人は言ってましたよ、これ言っていいですか、はい、本当のこと言っていいですか、はい、本当のこと想像ですけど、想像、バッターはどういうふうに考えるかっていうと、うん、このカウントでこのボールが来たら打ちやすいと思ってるんですよバッターっていうのは、なるほど、なるほど、はい、野村さんキャッチャーで僕ピッチャーですから、はい、どうやったら打ちづらいかと思って投げてるんですよ、なるほど、ということはバッターとして山崎さんに野村さんがピッチャーとかキャッチャーはどうやったら打ちづらいかを思ってる、投げてくるかを考えると思考が変わるっておっしゃってるんですよ、うん、なるほど、そうすると待つボールも変わるんです、なるほど、逆読めばいいと、はい、逆っていうか、まあまあ、逆というか打ちにくいボールを読む、はい、必ず投げてくるので、なるほど、まあ、ほとんどのバッターは自分のポイントだったらこれが打てるなと思って立ってるのでそれ打てないんですよ、なるほど、はい、まあ、早く言っとけよかったですね、いやーなんとか今からできないかな俺それ、ね、もう無理か桑田君が僕にすぐ言ってきたのは、うん、カズさん古田さんは投げやすいね、うん、あれじゃボールもストライクになるね、そう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 、でもう何がうまいかって曲がっていくボールは前で取るんですよ、はい、曲がる前に取るのストライクなんですよ、はい、変化球は引いて取るんですよ、ピッチャーが曲がって見えるから